どうもエブリッドの千田です。今日の動画はですね、メンズ必見の動画となっております。というのも僕のこのチャンネルって30代40代の男性の方がこうメインの層となっておりまして、でそこからねこう僕が予想できるに iPhone ねこう使う場面っていうのはこう自分のこう趣味もあるんですけども、こう趣味をねこうなんかやったりしながらもこう例えば会社とかでこうなんか出したりとかさ、こうビジネスシーンでの活用っていうのもね結構 iPhone 多いと思うんですが、まあそうじゃなくてもやはりねこう男性の皆さん結構こう洗練されたデザインっていうのはやっぱお好きだと思うので、今日の動画はですね、僕がやっているこう日々の生活のこうパートナーの iPhone をこう外側と内側からねこう黒の洗練された色で統一するこう黒のこうセットアップ、こう黒のセットアップというかこう黒の iPhone の黒コーデっていうものをね今日はねちょっと僕なりに紹介させていただければなと思います。外側はねこう黒のケースで、で内側はねこう黒の背景にこうねあのアイコンのねこうカスタマイズとかさ、こういろんなものをねこうカスタマイズすることによってその黒のこう統一感とかっていうものをね僕はこう演出しているので、それをね今日皆さんね、お伝えできればなと思います。で先日ね iOS14.3 のこうアップデートが来ましたが、そこでねこのアイコンの変更の関連でねちょっとこうアップデートってなんつうんだろう、こういい感じ改善されたところがあったので、まあそれもね少し交えながらね今日はねご紹介させていただければなと思います。では前置きがあんまり長くならないうちにそろそろ本編に参りたいと思います。じゃあ本編どうぞ。はい、ということで早速ねこの iPhone のこの黒統一セットアップの方をね、紹介していこうかなと思います。今日ね使うのはこちらですね、 iPhone 12 mini のブラックを使っていこうと思います。iPhone 12 mini のブラックはね、ここのねこのエッジ部分のねこのアルミの部分もこうブラックなので、すごいねこう表面から表から見た時のこう黒の統一感もあってすごいいいなと思います。黒以外のねこう12シリーズを使っている方も、まあこのねここ一箇所にこう線入っちゃうんですけども、そこの色の線もねこうなんか黒プラス一色ってやっぱ合うじゃないですか。まあそのなんか差し色っていう意味でねありかなとも思いますし、まあちょっとこう趣旨とはこうずれてしまうんですけど、こうあえてねこう黒じゃなくてさ、こう他のなんかその本体の色に合わせたこうセットアップもこう作れると思うので、ぜひねこう同じようなやり方でこう作ってみてくださると嬉しいなと思います。ちなみに、ね、今日紹介するこの iPhone のこうホーム画面のこうカスタマイズはねこう無料でできますので、ぜひともねそちらもご参考にしてくださればなと思います。続きまして今回使用するケースの紹介をさせていただこうかなと思います。それがこちらになります。これ、ね、トラスのねブラックのハードケースなんですけども、これめちゃくちゃいいです。本当にめちゃくちゃ気に入っていて、気に入っているポイントはねこう薄すぎず、だからすごい薄型なんですけどそんなに薄くもなく、かといってこう厚いケースよりも全然薄いみたいな、本当にちょうどいい薄さ厚さ でなおかつねすごいこの見た目に比べて本当に軽いんです。これめちゃくちゃ軽い、あの多分ねエアージャケットとかよりも軽いんじゃないかな、いやわかんない、あんまりあれなんですけども、本当にめちゃくちゃ軽くて、で本当にね多分多少のこう衝撃あったらねこう耐えるぐらいの、ちょっとこうギリギリそれぐらいの厚みは残しつつ軽いみたいな、そんな感じのケースになっております。そしてねこのハードケースなのにちょっとねこうサラサラ気味、ちょっとこうマットっていうかな、なんて言うんだろう、ちょっとこうラバー調のようなこう雰囲気の触り心地になっているので、そこもねちょっとこうグリップ性とかねいろいろそういうところもあってね本当におすすめできるケースになっております。まあ黒のケースであればねこう特段ねこう黒統一セットアップにそんなにこう関係ないかなとは思うのですが、なんかねこのケースは本当にこうマットな質感、それがねあのこの iPhone 12 mini のこの側面のこのアルミとか、ここのカメラ部分、空いてるこのカメラ部分にこう装着するとね本当にこう統一感があるんですよね。この iPhone 12 mini のブラックってちょっとこう特殊な色で、黒にすんげえ濃いこうブルーを混ぜたような色なので、ちょっとこう完全に同じじゃないんですけども、まあ、本当にねこうすごい近い質感でこう装着するとねこう一体感が出るので、今回はねこれを使用していこうかなと思います。それでねもう一個言いたいことがあるんですけど、ここにねこう切り込みがあるんですね、ちょっとこう切り込みがあることによってこの着脱も本当に簡単と、まあそんな感じのケースになっていますので、まあ早速つけていきましょう。いきますよ、本当にこうはめてこうやってペイってペイって、ほらこれだけではまるんですよね。でしっかりこう歪みもないっていうね、そんな感じですごいめちゃくちゃいい感じのケースになっておりまして、見てくださいこれ、ちょっとほんのりこうブルーなのわかるかな、今ねこれね太陽光自然光で当ててるんですけども、ほんのりねそう強い光に当たるとこうちょっとこうブルーに発色するんですけど、このマットなところとここの質感が本当にね統一感があっていいなと思います。なんか後々ねこうマイナスとかのケースが出れば、まあそっちの方がいいのかもしれませんけども、今の段階だと多分これが一番いいんじゃないかな。ほらそしてここのね端子部分とかもちょっとこう青みがかっちゃうんだけど、肉眼で見ると結構もっと近いですね。こうカメラ越しに見ると結構青と黒で分かれているんですが、肉眼だともうちょっと近い感じの、統一感となっておりますので、めちゃくちゃおすすめなケースです。じゃあ次はねこう内側の話になるんですが、ホーム画面のねこう背景とアイコンを変えることによって本当にこうシックという
か、もう黒で統一されてめちゃくちゃかっこいいホーム画面がね、完成するので、そちらの紹介をさせていただこうかなと思います。まあ、百聞は一見にしかずっていうことで、早速見ていきましょう。それがこちら。はい、こんな感じになっております。こんな感じでね、ここにキープムービングフォワード。これ、ね、確かキング牧師の名言かなんかなんですけども、まあ、そこにキープムービングフォワードでね、ここにこうウィジェットを設置して、で、ここにこうアプリをね、こう並べていると。そんな感じでね、こう黒で統一されて、黒白のね、こんな感じですごいこうかっこいい感じになっているのではないでしょうか。黒の壁紙にこう黒の背景のアイコンをこう、ね、置くことによって、こうアイコンの、ね、こう白い枠だけっていうか、何て言うんだろう、このアイコンのこれそのものだけがこう浮いて見えるような感じになっております。この純粋なこの黒の、ね、この背景は設定から入っていただいて、壁紙を、ね、選んでいただいて、その壁紙の欄からこう黒の、ね、この純粋なこれ純粋にこれを選んでいただければ問題ないです。で、本題のこのアイコンなんですが、このアイコンはね、こう黒白って結構こういろんなところでこう数百円で売っているので、それをねこう購入して、使うのが一番手っ取り早いかなと思います。無料がいいとか、本当に全くね、この僕のこの画面と同じのが作りたいという方は、このアイコンくんっていうねアプリ、本当に優秀なアプリがあって、無料でね、いろんな色のこうアイコンが作るんですけども、アイコンくんというアプリでね、こう作っていただいて、使用していただくのがいいかなと思います。まあそんなにね、こうアイコンの種類は多くないんですけども、まあめちゃくちゃこうなんだろう、無料の割にはね、こう本当に結構いい感じのアイコンがあっておすすめでございます。で、そしてね、アイコンのこの変更の仕方って、有名なものだとこうショートカットを切りするもの、こうショートカットを使って一個一個こう自分で作るものと、アイコンテーマーだけかな、アイコンテーマーっていうね、こう配布されてるショートカットでなんかそれを作るっていう、こう有名なのと2種類あるんですけども、その前者の方だと、このアイコンをねこう開くたびに、こう一回ショートカットの画面が出てきて、それを経由してからね、こうアイコンを開くっていう感じだったので、なんかね、なんていうんだろう、こうアプリを開くときにちょっとストレスがあったんですね。で、その後者の方だと、それをね経由しないとこう直接いけるので、こうめちゃくちゃその後者のこのアイコンテーマーってやつの方がいいかなって思いきや、実はねこれね一長一短なんですよね。ここでちょっと朗報なのが、この iOS14.3 でこのアプリをね開いたとき、その前者の方でショートカットで一個一個作ったときに、アプリを開くときに、あのね、こう一回経由しなくなりました。経由しなくなった代わりにどうなるかっていうと、はい、ここでね今ね3つアプリが見えると思うんですが、これがデフォルトのウォレットアプリ、元から入ってるウォレットアプリで、これがですね、ショートカットで作った、自分で作ったサファリの、アイコンを変更したバージョンのウォレットアプリで、これがちょっとアップルウォレットってちょっと名前変えちゃったんですけど、これは、そのアイコンテーマーという配布されているショートカットを経由して作った、ものなんですけども、これ3つともこうちょっと挙動が違ってですね、それぞれ一長一短というか、デフォルトが一番いいんですけども、こっちねやっぱ一長一短なんですよね。じゃあどういう風になるかっていうと、まずね今これアプリ何にも起動しません。こんな感じでアプリ何にも起動していない状態でウォレット開きます。じゃあデフォルト行きます、はい、デフォルト開くと今こんな感じのこうレスポンスですね。これ今一回開いたんで、次はこう開くとこうスムーズですよね。じゃあここで開いた状態で、ショートカット自分で作った方を開いてみます。行きます。はい、見てこれ見た、今ポピラーンってこのショートカットから開くと、こう一回経由しなくなった代わりにコピローンってなったんですけど、まあこれあんまり気になんだよね。だからこれ本当にねいいアップデートだったなって思うんですけども、じゃあこれをこのこいつ、そのアイコンテーマで作った方で開くとどうなるかっていうと、こうなります。ポン、見ました、今一回なんか経由したの見ました。これ再起動したいからね、こうやってもともとこう開いてるやつをこう使ってるだけなのに、はい、一回ね、この、一回こう黒い画面をこう通過していくんですよね。そう、これがなかなかストレスなんですよ。で、これは、実は、このデフォルトじゃないアプリだったら出ないんですよ。どういうことかっていうと、じゃあ試しにですね、僕はね、この YouTube のこのアプリ、この YouTube のアプリは、デフォルトのアプリじゃないので、これはね、アイコンテーマで作りました。アイコンテーマで作ったデフォルトのアプリの挙動はどんな感じかっていうと、はい。はい、こんな感じでね、何のね、あれもないんですよ。ピローンも出なければ、ピローンも出なければ一回起動することもない。つまりどういうことかっていうと、まとめますと、前者の方、自分で作った方は、基本的にどのアプリでもこうピローンピローンピローンって出る代わりに、一回何の画面も起動しないと。後者のアイコンテーマの方だと、デフォルト以外のアプリですと、本当にね、こう普通のノーマルアプリとの、もう本当にこう挙動が変わらないとか、そのままのこう挙動をするんですが、例えばデフォルトのアプリになってしまうと、このアップルウォレット、これデフォルトのやつアイコンテーマで作りました。はい。はい、と。こんな感じで、デフォルトのアプリですと、やっぱ1個かましちゃうんですね。だから、僕がやってるのは、他の会社が作ってるアプリは、このアイコンテーマの方で作りまして、デフォルトのアプリだけは、自分でこうショートカットで作るようにしてみました。ということで。まあちょっとこう、説明難しくなっちゃったんですけど、まあちょっとこの辺が伝わればいいかなと思います。でね、このウィジェットらしい、このウィジェットはね、こう皆さんこうお馴染みだと思うんですが、あれですね、ウィジェットスミスっていうこのアプリを使って、作っております。これいろんなね、こう、
なんかこんな感じで文字を入れたりとか、こうカレンダーを作ったりできるので、まあその辺もねちょっとこう確認していただければなと思います。まあこのアプリもね、まあ全然何の変哲もないようなアプリなので、まあ特に特段こう紹介するもんでもないと思うんですが、まあ一応こう紹介しますと、こうアップストア、 iTunes ストアね、まあこのストア系をこうまあ結構使うので、ここはもう2つ置いておきまして、まあ電話とこう設定と、まあここにもこう配置しておきまして、ここはねこうなんかこうなんだろう、お仕事とかなんかいろんな作業で使うこうファイルメモ、計算機カレンダーとかね結構実用的なものがあって、その下のはねこう僕はこう YouTube でね動画を作っているので、YouTube で結構使うところをこう配置しておりますということでね、その下はね、SNS とかこうメールとかねこう連絡手段のものを置いておきまして、でこの一番下はねこうめちゃくちゃ一番使うところ、サファリ、これ YouTube、 YouTube ミュージック、これがねウェザーニュースインフォメーション、ウェザーニュースっていうアプリと、Gmail となっ、 Gmail じゃねえや、 Google マップになっておりますということでね、まあこんな感じの構成ですね。めちゃくちゃかっこくね、こんな感じでこうほらでこう黒に統一されて、こうふってねこうポケットから出した時もめちゃくちゃこう全体的に黒で、めちゃくちゃ洗練されたようなシンプルかつこうシックで、ちょ大人な感じのね、もう大人な男性的な、めちゃくちゃかっこいいと思いませんか、これ。ぜひよかったらこう皆さん真似してみてください。はい、ということで今日の動画どうだったでしょうか。僕がねいつもやっているこの iPhone のねこう黒のこう統一するセットアップをね今日紹介させていただきました。ビジネスシーンでもね、こうカジュアルなシーンでも、ね、どっちでもこうめっちゃこうかっこいいなって思える感じになっているんではないでしょうか。これ自分で言うのも変だけどね、まあ皆さんもねぜひこう活用してみてください。いろんな場面でねこう洗練されているからこそねこう目を引く、そんな感じになっていると思うので、ぜひともご活用ください。今日の動画面白かった、その他もろもろ思ってくださった方、役に立ったとかね、いろいろ思ってくださっている方、ぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。それじゃあまた次回の動画でお会いしましょう。他の動画も見てください。それじゃあまたね、バイバイ。